ばんは自分に勝つためにこれだけは頑張ったぞということがあれば教えてください。なんだかんだ結局毎日何かしらやることかな。何かしらは株のことをやらなかった日は多分ない気がするので、昨日の、昨日より少しでも、ちょっとだけでも前に進むっていう姿勢が大事な気がするので、 どんだけ眠くても寝る前は一応予習したりちょっとでもいいからでもそれは多分やってきた気がしますね。それの積み重ねしかないんじゃないですかね。初心者が行うその日の取引の検証などはどのようなことを意識して何をすれば良いでしょうかまあ一番は自分の取引を検証するのが一番いいと思いますね。自分の取引書き出しててチャート見て うん良かったのか悪かったのか本当はどうしたらもっと利益が取れたのかとかを毎日考えるといいんじゃないでしょうかスキャの質問です今練習中で勝率自体は上がってきたのですが毎回利確が通、えー、しすぎるのは課題です現状はかなり慎重にしてますが今後は取引回数をもっと増やすべきかそれとも取引回数は変えずに時間軸を少し伸ばすべきかもあります最終的にはどちらも必要だと思いますが次のステップとしてどちらが必要かテッサさんの意見を聞きたいです 取引回数を増やせるなら増やした方がいいと思いますね。あの、その慎重にインしているのがもっと緩くても取れそうであれば取引回数はどんどん増やした方がいいと思います。そっちの方が早いと思いますね。時間軸を伸ばすと違うトレードになるので取引回数を増やす方がどちらかというといいと思います。